ノーチラスはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。世界初の原子力潜水艦である。ノーチラスの名は、米海軍艦艇としては六代目にあたる。アメリカ原子力海軍の父とも称されるハイマン G、リッコーバー提督の強力な指導のもとに計画、建造された世界最初の原子力潜水艦。潜水艦が先行可能な船ではなく、 水中活動をこそ状態とする真の潜水艦への進化を遂げた活気をなす艦として有名である。艦型や構造は第二次世界大戦系の艦隊潜水艦のそれを踏襲しているが、司令塔は廃止され、指揮区画は発令所へ集中配置された。アルバコアの実験結果により、一軸推進の優位はすでに実証されていたが、 上調性を確保するために二軸推進が採用された。酸素タンクと空気浄化装置は在来型潜水艦用のものが搭載されたが、酸素供給時間は在来型の10日間から30日間に増大した。s 2ト型原子炉は連続全力発揮時間250時間が可能であり、これにより1381回りの連続行動と、 燃料交換なしでの62,562回りの航海が可能になった。本館の成功を踏まえてアメリカ海軍は初の量産型原戦スケート級の建造に乗り出すが、現在まで続く流体力学的尖閣と原子力との結合はスキップジャック級の登場まで待たなければならない。試験艦的性格が強かったために建造は一石のみであったが、 第二次世界大戦後の模索期にあった米潜水艦の技術的方向性にその画期的成功をもって指針を与えた意義は大きい。ノーチラスは1952年6月14日原子力企業ジェネラルダイナミクス社参加のコネチカット州のエレクトリックボート社で建造が開始され、1954年1月21日にアイゼンハワー大統領夫人。 マミアイゼンハワーを迎えて、浸水式が行われ、同年9月30日に収益。1954年12月30日、ノーチラスの原子炉は初めて臨海に達し、翌1955年1月3日に、初めて全力運転を行う。同年1月17日11時、史上初めての原子力を使っての運転に成功。 最初の航海でテムズ川を渡った時に発した本館原子力にて航行中の信号は有名である。1958年8月3日、先行状態で北極点を最初に通過することに成功した。この際は太平洋からグリーンランドへ抜ける航路であった。1980年3月30日退役。以後、解体されることなくコネチカット州グロトンで、 記念館として保存、公開されている。すべてオーブンサイト。Wikimedia Commons にはノーチラスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。